左足下がり、の打ち方を説明していきたいと思います。僕が気をつけていることは、なるべくこの左下がりがこういうアドレスになるべくならないように、ここ左足体重になっているのに打つときに右に残っちゃうと絶対にダフったりしますので、絶対自分がなるべくこっちの足に体重がある状態のままクラブを振ってってください。